水銀を使った詰め物、アマルガム、これは取った方がいいんでしょうか？先日、動画のコメント欄に質問をいただきました。ありがとうございます。こういう質問コメントは嬉しいですね。コメント欄に質問を書いてもらえれば、できる範囲で今回のように動画にしてお答えしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、こんなコメントをいただきました。はじめまして、私は現在27歳なのですが、小さな頃に虫歯になり、噛む面に十字に金属が充填してある箇所があります。光沢のない銀色で調べてみると、アマルガムかなって思うのですが、規制もあったりして年齢的にも違うのか。仮にアマルガムであった場合は、外した方がいいんでしょうか。そのままでも問題はないんでしょうか。という質問に対して答えてきます。まずこの現状を把握するところから始まります。一種の謎解きみたいな感じですね。では早速行ってみましょう。現在27歳で小さな頃に治したってことなので、まあ永久歯の治療でしょうから、早くて6歳。だいたい20年前の治療になりますね。20年前って、もう大学生になってる吉岡秀樹です。あ、27歳って言ったら、もしかして高校の生物で PCR 法って習って、てる世代ですかね。ギリまだ？さて、小学校に入るかどうかぐらいで、前から数えて6番目にある第一大臼歯っていうのが生えてきます。これは6歳臼歯って呼ばれたりするんですね。で、これはまあ永久歯の模型ですけど、幼稚園とか保育園の頃っていうのは上下左右で5本ずつ、全部で20本しか歯が生えてないんですね。で、この乳歯の歯並びの一番奥に6歳臼歯が生えてきます。上下左右6本ずつ24本になるんですね。で、この6歳臼歯が生えてくる頃に上下4本ずつ8本の乳歯も永久歯に生え変わっていきます。で、小学校の3年生、4年生ぐらい、中学年になると前から数えて3、4、5、このあたりの歯が生え変わっていきます。そして中学生ぐらいになると前から数えて7番目の歯が新しく生えてきます。これは12歳臼歯とも言われる第二大臼歯です。こんな感じで28本揃いました。6歳の頃に前から数えて6番目の歯が生えてきて、前歯が1番目、2番目が生え変わって、小学校の3年生、4年生ぐらいになると、3番目、4番目、5番目あたりが生え変わるんですけど、4番目、3番目、5番目と生え変わることもあれば、4番目、5番目、3番目と生え変わることもあります。で、中学生ぐらいになってくると、12歳臼歯、第二大臼歯が一番奥から生えてきます。そして、高校を卒業する頃、もしくは大学生の時、社会人になってからかもしれませんが、さらに奥に親知らず、第三大臼歯が生えてきます。噛む面に十字の金属が充填してあるっていうことなので、この形で治療してあるってことは、可能性として高いのは奥の歯、大臼歯ですね。金属の詰め物を使って治療するのは、基本的に前から数えて4番目よりも奥、小臼歯か大臼歯になります。この4番目、5番目の小臼歯を直す場合は、元の歯の形からして十字に直すことはほぼなくて、一直線になるか、T 字か、H 字、そういう形で直すことがほとんどです。なので十字にはならないんですね。十字に金属を詰めてあるってことは、その金属を詰めてある歯は大臼歯の可能性が高いです。そして上の歯か下の歯かはわからないんですけども、その歯は第一大臼歯、前から数えて6番目、6歳臼歯の可能性が高いですね。というのは、第二大臼歯であれば12歳臼歯ですから、直したとしても中学生以降になるんですね。なので小さな頃の治療とは言わないんじゃないかなっていう推測です。光沢のない銀色、アマルガムなのかなっていうことなんですが、まあその詰めてある金属に光沢があるかないかっていうのが分かるってことからすると、上か下かっていうと下の第一大臼歯なんじゃないかなと思うんですよね。っていうのは、口を開けて下の歯であればすぐ見えるんですけど、上の歯であれば下からこう覗き込まないといけないので見えにくいですもんね。で、この金属はアマルガムなのかなってことなんですけど、もちろんその可能性はあります。ただ歯型を取って金属の詰め物をセメントでくっつける、そういう治療でよく使う金銀パラジウム合金っていうのがあるんですが、その金銀パラジウム合金でもツヤ感があまりないものもあるんですね。ツヤのない金銀パラジウム合金の可能性もありますけど、アマルガムでも金銀パラジウム合金でもない金属を使ってる可能性っていうのも否定はできないです。規制もあったりして年齢的に違うのかなっ
ってことなんですけど、アマルガムを使っちゃダメだっていう規制は特になかったと思うんですよね。ただ実際使ったことはないです、私は。まあアマルガムを使ったって言ったら大学の理工学の実習の時に使ったぐらいしか記憶がないですね。なので私ら世代以降の歯科医師、歯医者さんっていうのはアマルガムを治療で使うことはほとんどないんじゃないかなと思います。もうアマルガムではなくてレジンという樹脂で治すのが一般的な世代なんですね。ただ20年近く前に治療した当時担当した先生が割と高齢なのであればアマルガムの可能性はもちろんありますと、いろいろ想像はしてきましたけど、これって見たらすぐわかります。アマルガムだったら外した方がいいのか、アマルガムじゃなかったらそのままでもいいのか、質問の本題はここですよね。アマルガムって水銀を使った金属、水銀合金なので、まあその水銀っていうところがちょっと心配なのかなって思うんですけど、どうでしょうか。アマルガムの水銀についてはだいぶ前ですけど動画を出しているので、よかったら見てみてください。その動画を探すのはちょっと大変だと思うので、この動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらからアクセスしてください。ではアマルガムではなくて金銀パラジウム合金であれば大丈夫なのか。今現在保険診療の中でよく使われている金銀パラジウム合金っていうのは、戦後の貧しい日本で金やプラチナ、白金ですね、金やプラチナの代わりに使われ始めた代用金属でしかないんですね。所詮代用品でしかないこんな金属を使ってる国って日本しかないんじゃないですかね。まあ、そんな金銀パラジウム合金を使って治療するときっていうのは、歯型を取って技工所で作ってもらった金属の金銀パラジウム合金の詰め物をセメントでくっつけるんですが、そのセメントは徐々に劣化してしまうので、銀歯を取ってみたら中のセメントがもう溶けちゃってて中で虫歯ができてる、そんなこともよくあります。ここで金銀パラジウム合金を外してみたら中で虫歯ができていたっていう症例の動画をお見せしましょう。見た目が銀色だったりちょっと黒っぽかったりするのが嫌だから、金銀パラジウム合金やアマルガムの詰め物を外してレジン樹脂で直したいっていう方は割とたくさんいるんですが、金属の詰め物を取った時の経験からお話をすると、詰めてあるアマルガムが欠けたりしていなければ、アマルガムで詰めてあるものの方が中は綺麗だったりします。セメントを使ってくっつける金銀パラジウム合金とは違って、アマルガムは虫歯で削った穴を直接詰めていくので、隙間なくその穴を埋めることができるから、きっと綺麗な状態を保つことができるんでしょうね。なのでアマルガムだから外すべきかっていうふうに言われると、その答えはノー。そのアマルガムが欠けてて問題がありそうだったり、水銀合金っていうのでちょっと心配だなっていうことだったり、見た目が嫌なんだよねってことであれば治療すればいいと思うんですよね。逆に綺麗に直してあったりとか、別に見た目は気にならないんだよってことであれば、そのままでもいいと思います。つまりアマルガムだからダメとかいいとかっていうことではなくて、今現状問題が起きてんのかどうなのか、それ次第っていうことになります。だって金銀パラジウム合金を使った治療っていうのは日本ぐらいしかやらないですけど、アマルガムを使った治療っていうのは海外の国でもやりますからね。ただアマルガムを詰めて治すのってなかなか高度な技術が必要になるみたいなので、ちゃんと治療するのは難しいようです。私が見たことがある範囲で言えば、だいたい欠けてますから残念、アマルガムギリということで、今日はアマルガムについてのご質問に答えてみました。参考になりましたでしょうか。もし聞きたいこと、相談したいことがあれば、動画のコメント欄にぜひお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。